ちょっと待って、でも初お披露目です。マジ恥ずかしい。後半になってくると強い人がインコースにいるような番組が増えてくるのが普通なので、ここから全部一が一着になる可能性も全然あると思います。スタートが、宇野さん大丈夫か。なんか上手な方がへこんだ時こそ心配って、あのね、要はその人その人の感覚があると思うんですよ、はいはい、いつもちょっとフライングしてる人、いつもちょっと届かない人、いつもぴったりの人とかいると思うんですけど、はい、スタートがすごくできる人であればあるほど、ちょっとしたズレが自分の中のコンピューターと狂いが大きくて、おかしいこの俺がみたいになるのかなって、なんで狂ってるのかが自分で分かんないみたいな。なるほど。だからアバウトな人だったらまあいつものことかみたいな、そう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 、雰囲気でみたいな人もいると思うんですけど、でももうあれですね、選手を毎回追ってないとなかなか見分けつかないですね。 それはね、やっぱずっとその人見てないと、いつもがどうかっていうのは分かんないんでね。 それでは9レースのデータを見ていきましょう。4号艇西丸選手がモーター 65.3% でかなりいいですね、まあ、F 持ちではあるんですが、モーターはかなりいいので注目となっております。6号艇の菊池選手が前半で見た4レースで3号艇乗ってて1着取った、今日いい調子かもしれないという菊池選手になっております。1号艇宇野選手、これ高いですね、1コースの勝率結構信頼できると思います。2号艇3号艇のレーサーも、まあ、1着取ることもこの位置からありますので、2着3着にもかなり絡んできそうでありますね。宇野選手1着率 70.0% で、まあ、かなり逃げ切りそうなデータですね。ただ3号艇の服部選手、3コースからまくり2、まく差し4、4コースの西丸選手もこの位置からまくり差しともにあるので、まあ、この辺の一発も見ていきたいかなと思いますね。1号艇宇野選手展示2位、回り足1位、2号艇の天野選手がちょっと良さそうですね、展示1位、1周2位、回り足1位、直線2位、そして、まあ、モーターちょっと良さそうだなって言っていた4号艇西丸選手も1周1位、直線が1位となっております。内さんは9レースはどうですか。宇野選手の直近10走が2回に1回ぐらいのペースで負けてるんですよ。誰かにやられるかなと見たら、さっきの折り点で天野さんの色がついてる感じなので、スタテンもちょっと天野さんに覗かれてる感じだったじゃないですか。そうですね。で2号艇の差しまくり、どっちも考えて行ってみたいなとはちょっと思ってます。で今日2本目の逃げが平和島決まったんですけど、流れ戻っちゃう可能性もあるかもね。ヨカイちゃんどうですか。はい、私はちょっと一応軸に考えてたんですけど、天野先生がすごい全部色ついてるのでちょっと悩んでます。なるほど、ありがとうございます。はい、そのまま9レース予想進めていってください。はい、それでは9レースの予想を発表してもらいましょう。まずはういちさんからお願いします。はい、23の1、23の前ですね。宇野さんがまあ2回に1回ぐらいやられている、で天野さんがタイム出ている、服部さん厳しそうだけどもともとスタート早い方ですし、天野選手がいると展開向くかもしれない。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。ヨカイちゃんお願いします。はい、1前3と1前4、そして231、213、13、14で宇野さんがデータ的に絶対1って今でもそう思ってるんですけど、ちょっと展示見た時に色が全部塗られていた天野さん外せなかったので、どっか当てたいなっていう気持ちでこんな感じに購入しました。はい、はい、ありがとうございます。そして今日は平和島予選最終日
なんですけど、はい、勝負がけみたいなのって、はいはい、結構コールされますか、内さんは。全くしないですね。勝負がけだからこの人頑張るだろうって、じゃあ普段頑張ってないと思ってます。分かります、言っていいところは、はいはい、で自分が勝負がけの状況に置かれていることすら知らない人もたくさんいます。しょっちゅう僕言ってるんですけど、レーサーはレースバカなんです。あ、いいなので、いいの、はい、乗ったらバチコンスイッチ入るんで、全員頑張ると僕は信じて買ってます。はい、ありがとうございます。では Q レースを見ていきましょう。はい、どうぞ。いや、めっちゃ握ってる。握ってますね、アーマノスさん。ちょっとこれは握るよな。そうよな。で、服部さんに展開。4、いやー、何、4、1ですか、持ってんの、マジ、24持ってんの。124ボックスと240持ってます。え、ダブルじゃん。すごい。めっちゃ笑ってきちゃう。ちょっとすいません。仕事して。仕事して。えぇ、ー、いい、笑ったらおかしいから。かっこいい、天野さん、かっこいい。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。4、1です。天野さんのスタートがすごかったですね。ちょっとへこんだ、天野さんに。え、でもなんか答え見えてたのに、本当に。見えてた？見えてた。めっちゃ気持ちいい。あー。展開、展開予想通りだ。ということで、241、はい、241でゴールです。ということで、9レースは2人とも外れでした。え、次からちょっと解明出しね。出したら当たんないんですよ。あ、出せないからいいの。はい、そうなの。あ、でもこんなに当たんない。ちゃくちゃの、ちゃ気持ちよかったよね。展示の音に乗ってる人、これ初めて見たからMC という立ち位置で、これの前身の番組で、うん、女の子4人でこう競うっていう番組だったんですよ、うんうん、ラストガールっていう、はあ、一番最初落ちたんですよ。え、で、なんでここに出れてるの。なんかなんか最初に落ちて、私ボートがその中で一番好きって言ってたのに、スタッフさんがあまりにもかわいそうだから助手にしてくれたんですよ。なるほど、なるほど、はい、よかったね。やっぱ好きはでもどっかで伝わるんですね。よかったですね、うん、今日も溢れ出ちゃってます。え、でもまつりちゃんがこんな当たってるの初めて見ました。本当に、そうなの、ずっとボートですね。こんな生き生きしてるまつりちゃんも見たことなくて。皆さん、10レースの展示が始まっておりますが、突然仕事モードもね、もう遅いんですよ。手遅れ、スタート見てましたか。手遅れ、もう雰囲気は見ました、ね、それでは10レースのデータを見ていきましょう。1号艇石川選手が A1 のレーサー、そして2号艇飯島選手のモーター 50.0%、 4号艇峰重選手のモーターが 61.5% でちょっと良さそうですね、うん、1号艇市川選手1着2着取ってることが多いので、まあ、絡まないことはなさそうっていう感じがしますね。ただ4号艇の峰重選手もこの位置から1着ありますし、まあ、1、2、3、4号艇の選手誰が絡んできてもわからなさそうな感じになっております。1号艇石川選手の1着率 51.6% で、2号艇の飯島選手の逃がし率 58.1% で、まあ、高いので、まあ、これと噛み合った時に石川選手逃げる確率ちょっと高いかもしれないですね。そして4号艇の峰重選手がまくりが7、結構これ多いので、この位置からの一撃怖いなという感じ。1号艇石川選手結構いいですね。展示一周直線が2位、回り足が1位ですね。で、4号艇の峰重選手もかなりいいですね。展示一周直線1位はめっちゃいいですね。基本的にね、周回展示って1から順番に走るじゃないですか、はい、1号艇の人だけ邪魔がないと考えると、峰重さんの方がだからいいのかなっていう印象にはなるんですけど、まあ難しいっちゃ難しいですね。妖怪ちゃんはなんか注目してる印象ありますか。4の峰重選手が入るんじゃないかっていうのと、あーでも6も悩む、でも切ろうかな。これむずいね。むずいですね。うーん、そのまま考えていただきましょう。はい、はい、
ボートレース歴ときっかけについてお聞きしたいです。もともとボートレース自体は多分25年ぐらい前には友達に連れて行かれてるんですよ。連れてってはもらうんですけど、そいつがスパルタすぎてここでもう解散なんですね。連れてかれて、じゃあ帰りはみたいな。はいはいはい。なので覚えたいけど教えてくれる人もいないのでハマらずに、で40ぐらいの時にようやく休みができ始めて、そのやってみたいことを全部やりだして、で一番性に合ったのがボートレースでした。ちなみに、はい、ひなたちゃんと一緒に番組されてるじゃないですか、なんか最初の頃に比べてひなたちゃん成長してるなとか。してないです。あれでもこの一回来ていただいた時にちゃんとね最後プラスにして、感覚的にだんだんそれは意識しだしてるような気はします。めっちゃ計算されてました。ちゃんと計算がねできない。あの4桁の引き算とかを筆算で書いてもできないと思う。ちょっと待って、でもゼロはちょっと難しいですもんね。そうでしょ。ゼロってなんかマージャンプロよね。でも私も点数計算筆算で最初やってました。忘れてください。だから気持ちわかります。あ、そう、はい、なんか女子計算苦手な人が多くて、例えば2箇所紙はあるんですけどちょっと穴目も切りたくなくてみたいなのを僕は言ったじゃないですか。それぐらいは把握しておかないと、最後の最後は楽しいが正義だからいいんだけど、お金いくらでも持ってんだったらそれでいいですよ。ありがとうございます。計算です、計算。やっぱ計算は大事です。それでは10レースの予想を発表してもらいましょう。まずは内さんお願いします。まあ、1415を前にしてしまいました。4の峰重選手が折り込みよくて注目されてるんですけど、池田豪樹選手の方がスタートだけだと早くてですね、普段の平均は3が一気に行ってくれたら5号艇の伏見君さらにあの平均スタート早い選手なので、そこの穴にズドンと入ってこないかなというのも期待しますし、峰重選手が足の良さを生かして寄せていっても伏見君に展開、1号がまあうまいところだなと思ってこうしました。はい、ありがとうございます。はい、続いて妖怪ちゃんお願いします。はい、じゃん、124ボックスと12356を買いました。もうなんか絶対当たる気がしてて、今こそ覚醒したぞという感じで、こんなに今日1日を通して自信のあるレースはありません。絶対来るんだったらもう、じゃあどうしましょう。お名前にします。でもウィッチさんも来なかったら罰ゲーム。でもそれは連帯責任。じゃあ今日妖怪連合軍ででしょ。いや、そうなると買い目に口出すことになっちゃうあ、意外とない、腑に落ちない買い目あったんだ。私は行きに来ないと思う。どこ買ったの？まつりちゃんどこ買ったの？4頭、まあ、一応折り返してでも4頭もあるから安心してよ。じゃあ、まあ、もうどっちが勝つか見てみましょう。勝負、はい、おい伏見、おい伏見よ。いや待って、山下さんはどこまで？の方が内にいますかね。1、2、3、6、4、5になってる。これ1、2ちょっと1、2を買ってる人にとってはいいかもしれないですね。峰重選手が1個出されてるんで、角から攻めてこれないと考えると、あ、山下さんが押せたら、山下さんいいですね。あー、4に向く。うわ、山下さんがすごい。すっごい。ちょっと待って。うわ。ああ。山下さん。これは山下さんがもうお上手でしたね。もう、ずっと離れから、スタートまで。離れで1個詰めて、もうこのまま行っちゃえみたいなので2個詰めて、で、角からまくり出しでしょ。うわー、これちょっと、かっこいい。これは痺れますね。どうしますこれ。本当全員確定だよ。え、まだでもまだですか。絶対来るって言ったじゃん。まあでも12レースがあるんだ。ここ絶対来るってヨカちゃん言ったのよ。ヨカちゃん言ってましたね。うわ、ということで6
1361さんでした。おめでとうございます。すごいよ、これは無理ですね。赤いですね、払い戻しが。どうしたの妖怪ちゃん。私もうバカなんですけど、これ昨日予想してたんですよ。その時に3連単で16前61前の2つ買おうっていうのと、プラス2連単でも16と61は来るって思って、なんてバカなの。ということで負けたので馬のモノマネします。ちょっと負けます。小声の馬、落ち込んだ馬。ちょっとおいちさん勘弁してくださいよ。いやいや、ちゃんと責任を取らない。入ってきてたんですよ。いやだからもう捨てちまえ。こんなもんはだって役に立ったことあんの。今までってもういっぱい勉強して分かってるよ。過去いろんな配信でゲストの女の人が来て、いや私もメモ取ってきたんですっていう人いるんですけど、今のくだりはしょっちゅう聞くんです。メモが役に立ったっていう話をしてる人を見たことがないんですよ。だからこれはサインをつけて1名の方にもうプレゼントします。あのあれか、あの噂のプレゼントってやつですね。やばいやばい、プレゼント。あ、なんかなんだこれ。あ、観音小説好きなので。だってさ、本物だよ。これ分かる人には分かる、フランス書院だから。でも初お披露目です。マジ恥ずかしい。なので今まで隠してたけどね、あっという間に次が最終レースになってしまいまして、はい、各自真剣に予想していただいて。ああそうなんだ。はい、もう最終レースに挑んでいただこうと思います。次レース予想頑張ってください。はい、はい、申し上げにくいことが今起こってしまいまして、私ずっと収録の最中、まあ、休憩の間も、まあ、ずっと負けていると、全然足りてないみたいなことを言ってたんですが、しっかりめのやつが当たってしまいまして、今あの全てをきっちりまくりきった状況まで来てしまいまして、いやーこれね、やっぱオートレース休憩とか挟んじゃダメね。この番組上まくれてないかもしれないけど、それでもいいのかなぐらいまでは来てますんで、しっかりちょっと見ていきたいなと。作戦は立ててますか、妖怪ちゃんは。はい、立ててます。おー、手が他に見えなかったから答え合わせをする展示にしたいですね。うんうん、惑わされる展示じゃなくて、じゃあもう決まってるけど、うん、参考程度にね、そう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 、見ようかなみたいな。さあ枠なりでスタートどうかな。5がへこんでるかな、どうだ。5へこんでたら困る。5へこんでますね。え、どうしよう。でも天井は天井だから。そうだよね。そう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 。今泉優吾選手、一時期よりもスタート良くなったんですが、それでもやられるケースゼロではないと考えて、2号艇に島川さんがいてですね、2コースから勝ってるという実績もあります。それを考えて、ここは僕は今泉さんと島川さん2号艇の両選手からちょっと狙っていきたいなと、頑張っていきたいと思います。島川さん2コース波あるね。だってさ、2位に来てなくない、あんまり。これ、2位どうなんだろう。でも桑原さんがあんまりなんか3コース得意じゃなさそうだよね。うん、だから走りやすいかな。なんで桑原さんってこのトーチがこんな高いのかなっていうの思って、だから普通に 1,2,3 も来るのかなって思うんだけど、 A2 のプライドでこっちもこっちの方が集まりするならいいのかなと思ってて。直線タイムさ、え待って、なんか本当、ね、本当みたいな、うん、いやすごい考えたんですけど、原点に戻って自分が楽しい買い方にしました。それでは12レースの買い目を発表してもらいましょう。まずはういちさんお願いします。はい、1前2と21前ですね。その心は、予選多分トップぐらいの今泉選手と2号艇の島川さんは非常にいいので、まあ、1-2 に限りなくなりそうなレースは僕はこういう買い方をしてちょっとオッズが良くなるのを狙うという。 1-2 になりそうすぎて 1-2 は安いんですよ。 1-2
がちょっと変えないから、だからちょっとよれた一善二と、もう嘘だろうの二一善。わあ、勉強になります。合計45,000円。ちょっと待って、ちょっと待ってください。え、45,000。152に1万円入ってます。152安いのよ、十何倍しかない。まあいいとこ来れば大まくり。すごい、これぞういちさん、ありがとうございます。好きなようにやらせていただきました。続いて妖怪ちゃん、はい、お願いします。じゃん、私の中でも結構張ったんですけど、もう120なんですけど、もうこの125に5000円いたので来てほしいけど、全然もう12捨ててるって言ってたので、その捨ててるの意味がちょっと違うんですよ。あれですよ、安いからなんで、12は全然あると思ってますよ。お願いします。125が来るか152が来るかの勝負みたいになってますね。ということで最終レース見ていきましょう。はい、どうぞ。島田さんめっちゃいい。ああ、やれる。島川さん残せよ、ユーゴに残せよ。うわー、厳しい。川原さん、これは川原さん、すっごいとこ入ってきましたよ。いや、島川さんがね、ちょっと絞ったのに前泉くんが抵抗したんですよ。あ、ちょうどその空いたところに入ってきましたか。ということで3頭ですね。ちょっとこれは3頭になりそう。いいよ。3、3、4、5。ちょっと変えないな。342か。342ですね。今日なんか平和島って感じですね。平和島だった。平和島を超えた平和島です。全然平和じゃなかった。こう今外なんでお客さん見えますけど、誰も帰ってなさそうですよ。喜んでる。帽子の人いない。そう、みんな静まり返ってる。341ということで、まあこれはちょっとさすがに難しかったですね。2人とも、はい、外れでした。悔しい。69番人気。69番人気。45,740。逆に当たった方、4万周でした。本当に結果発表ということで、本日最終的なお二人の船券の結果は、ういちさん知的中で回収率 15%、 そしてようかいちゃんがゼロ的中で回収率 0% でした。ということで、ういちさん、本日見ていただいて、ようかいちゃんの船券センスはいかがだったでしょうか。楽しんでいらっしゃるということなので、そういう目的においては100点だと。100点、ありがとうございます。そして妖怪ちゃん、本日のうちさんとの会で得た教訓をお願いします。あの、教訓というか、今までこの番組で皆さんに本当にボートについて教えてもらったり、皆さんにいっぱいいろんな格言を教えてもらいました。今日は負けちゃったけど、それらの言葉を胸に、これからもボートめちゃくちゃ楽しんでいきたいと思います。楽しむのが一番。ボートレース界の帝王が、来ちゃったんで、それより上がだけ。え、でもこれじゃ終われないですよ。なんで笑いながら言うの。ほんと悪いよね。今日こんなんだから終わるんですよ。これじゃ終われないので、まだ次に続けていきたい。そう、ね、頑張ってもらいたい。頑張りたい。優しい。やっぱのウイチさんの弟子過去公式って書いてもいいですか。もうどんどん勝手に言ってください。知ったことじゃないですから。好きに言ってください。はい、うん、楽しむ心はすっごくあるので。そうね、はい、これからも、うん、楽しいが一番。楽しんでいきたいと思います。はい、楽しいが一番。はい、ということで妖怪ちゃんがもう無事にウイチさんの弟子過去公式に跳ねたということで、ウイチさん本日は本当にありがとうございました。いいね、ありがとうございました。はい、ということで、またみんなでボートしよう。ありがとう、ありがとうございました。ここまでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。妖怪ちゃんの戦いは今始まったばっかりだ。先生の次回作にご期待ください。さようなら。